ひこぼしもいないんだ。ごめんなさい、今年は。一人ぼっちじゃなくて。すいません、やきもち嫉妬が激しくて。大体そうなんだよね。ごめんね。綺麗ね、今日も。輝いてる。私ってやっぱ輝いてんな。今日は世界で一番輝く日かしら。世界中の誰よりも輝いちゃうって感じ。一番綺麗って感じ。うわぁ、素敵。女優かと思った。でもまだ全然、だって9時。ごめんね、まだ準備中で。ああ、いや、俺もちょっとやることあるから。ホテルに来てもらおうかな。あれ、そこから歩いて5分ぐらいなんだよ。おー、うん。そうだった。それ、住所を送るかな。フロントで、部屋番号とかも今送るかな。行ってもらえれば多分あげてもらえるんで。よかった。それか、私、下に迎えに行くね。もし、ダメだったら。うん。うん。で、今送りまーす。はい。はーい。10時ぐらい寝たと思う。マジ？うん。ここでおやすみなさい。いや、大丈夫。ここ寝ていい？さすがにやばい。30分ぐらい寝ればいい。いや、絶対大丈夫やから。大丈夫。最近寝なくても行動できる。蒸し暑くない？ここ。すごい。で、暑ぐらいはかかんじゃないかな。ほんとに。汗が。暑いんじゃないの？汗がすごいな。汗やもん。夏汗やばいかんだこれ。こことかかかないの、これ。やばい。あ、来たんじゃないこれ。あ、違うかに。でもさ、私今日朝見たら、うん、ポルポンの昔のメッセージが残ってて、うん、そのまんま継続を。昔のメッセージ、まあ、それはそっちには残ってるでしょ。ポルポンは消えちゃってるの、あの昔の。全部消えてる。スクショで送る？ああ、いやでも大変じゃない、スクショとか。これはでも30枚ぐらいで収まるんじゃない？それパソコンの中で保存してる。いや、いいや。そんな、容量めちゃめちゃでかいし。でもあるじゃん。画像とかは大事だけどさ。見返したりとかしないの？いや、いいよ。画像もあるよね。結構保存してあるからさ。画像は保存してんの？でもそのメッセージが重要じゃない？その時何を思ってたかとかさ。いいよ、そんなの。そんなの気になるの？やだいや、私が取っとく。うん、それでいいじゃん。足筋肉すごくない？上野だったらいろいろアメ横とかあるんだけど、うん、やばい、またずれ痛い、ま、やばちょっとガニ股で歩いていいや、私こうマジでまたずれ。黄色以外にもあの銀のやつと 銅色のやつ、ちょっとおしゃれな。すごい。オリンピック週間なんだ。すごいよね、筋肉。あれ焼けましたなんか筋肉痛になんないのって感じだよね。ああ、もうあの筋肉痛を経てこの体に。すごいね。すごいよね。それでは出発いたします。私を運んでるんだもん。うわー、すげえすげえ。あ、いいね、すごい気持ちいいっしょ。なんか気持ちいい。じゃあちょっとここからね、はい、行動使って U ターンしていきますんで。雷門の前もバッチリ。これうんこちゃん、あれ朝日ビールでしたっけ。いや、そう、朝日ビールね、あの金の朝日ビールの。あ、なんか東京2021って書いてあるね。うわ、すげえ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 、すごいこれ。うわうわ、早い早い、すごい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 っしょ。すごい、まだ信号があるのね、ちょっと抑えて。
ごいなこれ。もっと速くなるよ、だってまだ速い。気持ちいいっしょ。すごいね、気持ちいい。いらっしゃるね、かなり。あ、ここですか。亀十さん。亀十、はい、有名な和菓子屋さんですかね。そうです、特にどら焼きで人気で。へぇ、日本一有名なんだ、亀十。こんにちは。じゃあ仲間だ。兄弟じゃないですね。確かに似てる。よく言われる。目の細さが。五人兄弟の一人かと思ってる。さっきだ。ね。確かにお兄ちゃんっぽいですか。あ、ちくちゃ。これから雷門前をね、バチンと通っていきます。これですね、雷門。また車道から見る仮面になるもんですね。だいぶ違う。うん、え、こん中を通ってくんですか。ここまで。ああ、はいはい。突き抜けるのかと思う。突き抜ける。突き抜けてみたい。捕まるわね、多分ね。は有名な雷門ですね。有名な。ちょっとね。ちょっと曇ってるけど、でも朝方半分も見えなかった。あ、ですよね、私も朝見たけど、今日ちょっとね、くっきり出てきたね、さっきより。なんか神秘的な雰囲気がね。登ったことあります？私はないですね、まだね、スカイツリーは。あります。自分はあります。僕もこんだけ解説してますけど、一回も登ったことない。映画みたいな、ね、流浪に剣心って感じ。ちょっとやってますね。この間で見に行ったんですよ、2人で。雰囲気がね、うん、撮影とかに持ってくる江戸時代ね。雰囲気が無縁ならない、下町っぽくてね。何が有名？よもぎ？よもぎ好き。よもぎ好きなの？よもぎ好きなの？え、和菓子好きなの？好きや。へぇ、ちょっと聞いてきます。はい、うん。確かビートたけしがどうのこうのでしたっけ？ね、浅草だと。ビートたけしさんが若い時に。ここでね。はい、こちら。いや。この浅草演芸法。ちょっとここも1枚お写真撮って。はい、うまいんだけど。あ、涼しい。また涼しい。あ、すごい気持ちいい。ポンポンやったらいい。結構できそうだね。いや、無理だよ。意外とあれだって、引っ張るのはそうでもないんだって。そうなんです。止まるのが多分辛いと思うんです。すぐ俺バテるよ。この花屋敷、遊園地だ。行ったことございますか？いや、ないっすね。結構ボロい遊園地なんですよね、これね。そんなのあるんだ。変ね、もうジェットコースターとかね、ガタガタってやつがあるんだ。あの、ジェットコースターは実は時速的にはもう47キロぐらい。スピード的にはちょっと遅めなんですけど。めちゃめちゃ原付ぐらいだね。遅い。でも、ちょっと怖さで言うと、これは聞いといた方がいい怖さで、あの、最初そのローラーコースターっていうのを設計図で作って、うん、それ通りに組み立てたんですよ。最後に部品が1個大きなのが余ったらしいですよ。怖っ。それ何の部品だろう。なんか大きな、あの、レジというか大きなやつが、今でもその状態でやってるらしい。で、それも展示されてますんで。設計ミスなのかな、それ。危ないよ。ありがとうございます。ねえ、りゅうちゃんでした。りゅうちゃんです。恵比寿屋さんですね。恵比寿屋です。恵比寿屋さん、あとでちょっとね、すごい残ってますね。あー、りゅうちゃん、りゅうちゃんって多分写真一番うまいと思う。あ、本当ですか。この間の人も、はい、うまかったけど、りゅうちゃんの方がうまい。ありがとうございます。そう、この前よりね。氷入れよう。せーの、いや、恋愛のことね。やって、逃げ。真面目だね。
穴から出すから、うん、ちびきでね。出ねえ、出んだよ、これかなり振らない。あ、出た、あ、後ろ。はい、じゃあ私ジャガジャガジャン、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 ジャン、あら、ジャガ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 ジャン、あら、出てこない。28番え、これ大丈夫、これキッチン、キッチンってでもいいんだよ。いいんじゃない。私28、今日じゃないければな。今日死ぬ。うっそ。私着物買おっかな。夏の間さ、何回か着ようかな、買ってね。いいね、似合ってる。うん、でも、まあ、花見とかもあったら買ったり。まあね、うん、またか。固まりすぎなんだ。いたずらなんだから。お腹すいたね。ちょうどいい時間帯だね、昼ぐらいにね。いっぱい食べよう。ね、またご飯食べると眠くなっちゃうね。かな、逆にね。逆にね。そう。眠くなっちゃうとか。何回かかってくる。切ろうか。切るか。